どうも、レウンゲーム TV です。今回はスプラ3の追加コンテンツサイドオーダーに隠れた小ネタを集めてみました。サイドオーダーの冒頭、秩序の街で8号が目を覚ます場面。前作スプラ2のオクトエキスパンションを遊んだことがある人はここの8号をよく見てみると、実はスプラ2のデータで設定していた8号の顔がサイドオーダーと連動する仕掛けになっており、そのためスプラ2で髪型をアフロヘアに設定した別データでサイドオーダーを始めてみると、やはりちゃんとサイドオーダーもアフロで開幕したと、前作を遊んでいた人に向けたストーリーのつながりを感じさせるエモい仕掛けが用意されているようです。サイドオーダーのストーリー中にいつでも開ける取得済みのカラーチップを確認できる画面。ここで詳細を確認しているときにそれぞれのチップを押してみると、このように DJ 気分で音を出して遊ぶことができ、またこの選択画面の見た目もDJ が使用するサンプラーという楽器が元ネタになっており、 DJ であるイーダが作り出した世界という設定が存分に生かされた仕掛けになっています。ちなみにこのカラーチップ画面で携帯モードに切り替えてみると、なんと実はこの画面はタッチ操作に対応しており、まるで実際のサンプラーを使っている感覚で演奏できる遊び心たっぷりの仕掛けになっているようです。細かすぎる。またこのカラーチップを押した時の音、コレクション画面から見ると音が違っており、インクショット系のチップだとちゃんとインクを打つ音が混じっていたり、連射系チップだと音が速くなったり、音波系のチップだとメガホンレーザーの音が混じっていたり、インク回復系だと回復中の音が混じっていたりと、コレクション画面から見た場合はチップの特徴に応じた細かい音を聞くことができます。サイドオーダーが配信された直後にハイカラスクエアではなくハイカラシティに向かって、このタイミングで豆武吉と粒武吉の武器屋に入店してみると、なんと今までは2匹いたはずなのに粒武吉がいなくなっている。他の店、つまり開通したハイカラスクエアの武器屋の方へ行ってしまったのか。豆武吉のセリフをけなげに復唱する粒武吉がもう見られないのは少し寂しい。スプラ2時代のハイカラスクエアでは初代のハイカラシティのイカスツリーが背景に見えるという小ネタがありましたが、ハイカラスクエアがモデルの秩序の街でもちゃんとイカスツリーの影が遠くに見えており、7年前の懐かしの小ネタがしっかりと再現されている。ちなみによく見るとこんなところにもサンゴが生えていたり、遠くのビルの上にもサンゴが生えていたりと、細かいところまでこだわりを感じる背景になっています。サイドオーダーで8号をサポートしてくれる姫ドローン、この姫ドローンは8号が向いた方向についてくるようになっていますが、
ここで8号が円を描くように回って姫ドローンが回るようにしてみるとプロペラのように回った。さらにもっと回ってみるとめっちゃテンション高くはしゃぎ出した。無邪気で可愛いと8号が高速回転すると姫ドローンも高速回転し、回転をやめるまで永遠に回り続けるようです。ちなみに塔の中を攻略中などの真剣な場所では高速回転しても思いっきりガン無視されてしまい、秩序の街などの休憩中でのみ見られる小ネタのようです。他にも面白い小ネタがあったらぜひコメントで教えてください。以上、サイドオーダーの小ネタ集でした。